TGV, TGV, テジェベは、はフランス国鉄が運行する高速鉄道の車両およびそれの運行形態。名称の TGV は高速列車を意味するフランス語にちなむは列車は大きいは速度を意味する。TGV が最初に考案されたのは1960年代で日本が1959年に 東海道新幹線の工事を始めた直後である。当時は、フランス国内でも、他の国々と同様に、アイロトランのような空気浮上式鉄道、ホバークラフトに類似や、磁気浮上式鉄道について研究が行われていた。しかし、実用性や費用の点で、数多くの問題があったため、浮上式鉄道による高速化を断念し、鉄道の高速化は、鉄軌道と、 鉄車輪方式により実施することになった。フランス政府はすぐさま計画を指示し、SNCF は鉄軌道、鉄車輪方式の高速鉄道車両について、1967年より本格的に研究を開始した。最初の計画では、ガスタービンエンジンの出力回転軸を発電機に接続し電力に変換して車軸に接続したモーターを駆動する電気式。 ガスタービン動力車が考案された。ガスタービンは小型であり、長時間にわたって高いパフォーマンスを発揮するためである。このガスタービン電気式動力車は1967年に試作され、量産化もされて、イランやエジプトにも輸出された。そしてこの技術をそのまま活かし、1972年に最初の TGV 車両である TGV001 が試作された。 これは編成出力4 4 0 0ットの動力集中、連接方式であった。TGV-001 の外装、内装はイギリス生まれのデザイナーであるによって設計された。これは以後の TGV 車両のデザインの原型であり、車体前面の花が特徴的である。TGV-001 は空気力学的な流動実験によって車体が設計され、 また高速域からの列車を停止させるためのブレーキ等の新技術を採用しており、1972年12月8日に、非電化車両として最速の時速 318km を録した。これは当時最速の列車であった日本の新幹線の最高営業速度、当時時速 210km を上回った。しかし、 1973年には石油ショックの影響を受けて燃料の価格が急激に上昇したためガスタービンによる駆動方式は実用性を失った。計画は動力車内のガスタービンで発電する方式から架線から電力を得る架空電車線方式に変更され、その電力はフランス国内に新設された原子力発電所から供給された。 電気転移方式を取り入れた TGV は1974年に完成した。モーターやサスペンション、動作制御装置などの試験を繰り返した結果、TGV001 と比較して、動力車の重量を2.95トン削減することができた。この試作車は試験中に約100万キロメートル走行した。1976年には、 フランス政府の TGV プロジェクトによって、最初の TGV 路線であるパリリオン間、LGV 南東線、LGV シュット、S と、リンニュー・ヌーベル1、LN1 の建設が始まった。後に2度の試作車両製作と、耐久試験の結果、1980年4月25日に、最初の量産型営業車両が完成した。なお、実車は、 LGV 南東線の開業前に在来線のパリリ4間で営業運転に使用されている。1981年9月27日、初の TGV 営業路線としてパリリ4間の LGV 南東線が開業、最高速度時速 260km、後に時速 270km での営業運転が開始された。この二都市の都心間を航空機よりも、 短時間で結ぶ最速の交通手段となった。なお、日本の新幹線の開業を、を1964年に遅れること17年であったが、新幹線の営業最高速度を初めて上回ったことで、世の注目を集めた。TGV がその性能を発揮し高速走行が可能な専用軌道は、LGV、臨入グランドビテス、高速線の位と呼ばれるが、 期間は 1435mm、標準機で SNCF の在来線と同一である。車両限界なども在来線とほぼ共通の設計になっているため、都市部では既存の線路を走行し、市街地を出ると線形の良い LGV に入って高速走行するという運営方法が可能で、ターミナル駅は在来線と共用していることも多い。また、 フランスを含むヨーロッパの多くの国でも標準機が採用されているため電気方式、保安装置、車両限界などをクリアすれば他国に直通運転することが可能である。2007年に開業した LGV 東ヨーロッパ線などは通常の営業運転において時速 320km の最高運転速度が許容されている。元々の LGV は 時速 200km の速度が許容された高速線として定義されていたが、その後基準が改正され、最高速度時速 250km の高速線とされるようになった。従来からの SNCF 在来線上での最高運転速度は、在来線列車が時速 160km から時速 200km となっている路線で、概ね時速 220km なっている。 LGV の建設方法は、従来の鉄道の建設方法と類似しているが、いくつか角となる面が異なる。高速で列車が曲線を通過するとき旅客が感じる、遠心力を減らすため、曲率半径が大きく取られている。LGV の曲率半径は原則として4000メートル以上とされていたが、新道線では、将来の さらなる高速化も目指すため7000メートル以上とされている箇所もある。LGV の軌道は在来路線に比べ精密に補線が行われ、バラスト、採石なども高速で走行する TGV の軸重に耐えられるよう厚く盛られ安定性が保たれている。1キロメートルあたりに付設されている枕木の本数も在来線よりも多く、その全てが 鋼鉄の締結装置で固定された PC 枕木で構成されている。機場は UIC60kg マイメートルの重機場が使われ、傾斜角は通常の20分の1に比して40分の1とよりまっすぐに作られている。継ぎ目を少なくするためにロングレールが使用され、快適な走行を実現している。トンネルの直径は通常の列車が必要としている直径よりも大きく、 確保されている。これは気圧変化の影響を少なくすることを目的としているが TGV の最高速度に影響を与えることもある。いずれの路線も複線で左側通行である。ただしヨーロッパで一般的な単線並列方式を採用しており、数十キロメートルごとに渡り線が設置されている。場所によっては、 分岐側制限速度時速 240km、直線側制限速度なしの65番高速分岐器、ノーズ化動式が採用されている。原則として TGV 車両による旅客列車専用であり、客車列車や貨物列車の運行は考慮されていない。このため、最急勾配35パーミル、パーミル、1000分の35が許容されており、給料地帯を トンネルななしで建建設設するる。こととが可能となり、建設費の圧縮を図ってい l g v で貨物列車の運行を制限している背景には速度の遅い貨物列車が混在することで本来 t g v が持っている高速性能を著しく制約してしまう点がある。また t g v の高速走行に起因する乱気流によりすれ違う低速の貨物列車の走行が不安定になり これは、貨物列車、旅客列車双方にとって、リスクをもたらすことになり、結果として、コスト高につながってしまう。ただし路線延長された、LGV 大西洋線のトゥールへの分岐線や、LGV 地中海線で計画中の、ニームモンペリへの分岐線などでは、貨物列車との混合走行が考慮れている。A2 海峡トンネルロンドン間の CTRL では、 貨物列車の輸送を補助するために、ループ線施設が建設されたが、開業後も未だに利用されていない。ベルギーの HSL に、ホーガスネルハイトスライン2では、ブルセルからリエージュへ最高速度時速 200km の、電気機関車牽引の列車が、建設中のオランダの HSL ズットやイギリスの CTRL では最高速度時速 200m 以上で、 運行される国内のインターシティサービスなど、各国で高速新線を活用した国内輸送の改善が計画されている。A2 海峡トンネルは LGV ではないが時速 100km から時速 160km までの範囲で混在した貨物輸送、シャトル列車及びユーロスターの運行を管理するため、保安装置は LGV と同一の TVM。 高述を利用している。時速 160km で走るユーロスターと、時速 140km のシャトル列車、カートレイン、時速 120km の貨物列車が混在するため、異なる速度で走る列車同士の運転間隔は広く取らなければならず、速いユーロスターは、先行列車に追いつき、線路容量を低下させてしまう。そのため、ユーロスター同士を3分間隔で、 続行運転させることで、線路容量を確保するなどの工夫がなされている。LGV の電化方式は、交流 25000V50Hz となっている。高速で走行するとき、パンタグラフが架線に振動を引き起こし破断させる要因となるので、架線のワイヤーは通常の路線より強化さればりが強く垂れている。1990年の最高速度の記録更新試験の際には、 河川の破断対策が大きな課題であった。そのため、時速 500km の走行試験の対応に備え、河川の張りはさらに強化する必要があった。l g v 区間上では、編成後部のパンタグラフのみを使用し、全部のパンタグラフで引き起こされる振動を避けている。両端動力車との間には、中間車の屋根上に、ケーブル、特高圧引き通し線が敷かれ電力供給されている。 ユーロスター用の TMST 編成では、通常の TGV 編成の2倍近くの400メートル弱の編成長があり、振動が減衰する。間隔が十分なため前後の動力車に搭載されているパンタグラフを使用すことが可能である。ことから、高圧ケーブルの引き通しはされていない。LGV 以外の通常の振動問題のない在来線や、 直流区間で走行する際は、両方のパンタグラフを使用している。LGV 区間では、従来の線路脇に、検飾された色等式信号機では運転士にとって、その現事を確認するには、速度が高すぎるため認識が難しい。よって、信号システムは自動化された TVM、トランスミッションベアマシン、またはトラック2、トレーントランスミッションと呼ばれる。 車内信号方式が採用されている。速度情報等は軌道からパルス信号を通して列車に送られ、運転士は運転台の表示装置で速度、停止、発射の指示、目標速度などを直接確認することが可能である。運転士が間違っている場合には安全に列車を停止させることができる高度に自動化された装置だが、運転士の裁量は完全には取り除かれていない。 LGV 路線では、信号閉塞区間は1500メートルごとに区切られ、境界は青字の黄色の三角形の標識で示されている。運転台の表示装置には、先に路線の分析に基づいて、列車の現在走行している区間での最大許容速度と目標速度が示される。最大許容速度は、先行列車に近づくと減速し、また分岐器の配置、速度規制。 列車の最高速度と LGV の終端までの距離などの上に基づいて決定される。通常、列車は一つの閉塞区間で停車することが不可能な際は数百メートルから数キロメートルの範囲、停止する前に徐々に速度を落とす目的で運転士に警報が出される。LGV では TVM-430 と TVM-300 の2種類の信号システムが使われている。 最新のシステムである TVM-430 は TVM-300 より多くの情報を提供している。l g v 北線から導入され、囲碁英仏海峡トンネル、ベルギーなどの高速新線でも採用されている。保安システムは通常、運転手の裁量に任されている部分が新幹線の ATG よりも多くある。最高速度は時速3 0トルに、 制限されるが、運転士は最初の指示がなくても別の閉塞区間に侵入することが可能であ。この場合、時速 35km を超過すると非常ブレーキが動作する。もし、閉塞区間に NF、フッツ、ノンフランチェイサブル、通過可能ではないを伴う標識があったならば、運転士は閉塞区間へ侵入する前に指令書、フッツ、ポスト D。 アイグイリッチへでレガヤレーションからの指示を受けなければならない。指令書が許可を出すと運転台上の白色等点等による運転士に告知され、運転士は操作番のボタンを操作することで非常ブレーキは無効にすることが可能となる。もしこれらのステップを省略した場合は標識に隣接した軌道回路で非常ブレーキが動作する。列車が在来線から LGV 区間に侵入、進出する際に、軌道回路を通過すると、自動的に適切な保安システムに切り替わる。例えば、列車が LGV 線から在来線へ侵入する際、TEVM は作動せず従来の KVB、コントローラビテスパーベリス、または、ビーコンスピードコントロール、地上信号方式が有効になる。t g v はパリなどの列車の危険、終点となる、 都市部では在来線に乗り入れるため、既存の在来線の駅がそのまま TGV の発着駅として用いられる。ただし多くの駅では TGV 乗り入れ時に駅の改良工事を行っている。TGV 専用の LGV は市街地を避けて建設されているが、LGV 上にもいくつかの駅が存在する。これらの駅は一般に周辺の都市からはやや離れている。 また一部の駅は在来線の線路のすぐ近くにあるが、鉄道在来線との接続が考慮されている例は、少なく自動車でアクセスすることが想定されている。例えば南東線のル・クルーゾ TGV 駅の近くを、ディジョンからル・クルーゾへの在来線が通っているが、在来線側には駅はない。アビニョン TGV 駅も同様である。この背景には、フランス国鉄が TGV 専用駅を従来の駅よりも空港に近いものと考えていたことがある。また駅を誘致した地方自治体は新駅が新たなビジネスの拠点となることを期待していたがそのもくろみはほとんどの場合外れている。ただし近年では LGV 上の駅も在来線など他の公共交通機関との接続が考慮される傾向にある。LGV 上の駅のうち 東連絡線のシャルルド、ゴール空港、第 2TGV 駅とローヌアルプ線のリヨンサンテグジュペリ TGV 駅は、それぞれパリイコールシャルルドゴール空港及び、リヨンサンイコールグジュペリ国際空港のターミナルビルに接続しており、TGV と航空機を乗り継ぐことができる。ただしシャルルドゴール空港駅が、多くの地方都市やブリュッセルなど、 フランス国外から空港へのクセスに活用されているのに対し、サンテグジュペリ空港駅では遠距離から TGV で空港に向かう旅客はわずかであり、多くは地元の地方空港を利用する方を選んでいる。2001年に開業したアビニョン TGV 駅は大聖堂のような屋根が特徴である。フランス国内には約 1800km の LGV も 高速新線網が存在する。パリを中心に放射状に核となる4本の路線と、その他の路線で構成されている。高速運転の可能な l g v は以下の通り。なお、以下の表の地名は、路線の奇襲点近くの主要都市を示し、必ずしもそのコミューンに乗り入れているとは限らない。2013年、フランス政府は、 TGV 拡大志向の鉄道行政見直しに着手。計画されている一部の LGV については、無期限延期にすると発表した。このほか長期的な計画として、パリ・ルーアン・ルアーブル間、パリ・アミアン・カレー間、パリ・ロンドン線などで、LGV の建設が検討されている。また、必ずしも、LGV 規格とは限らない TGV 用の新規、改良路線としては、大イコールビュージェ線。 パリからジュネーブ方面への短絡線やパリ南郊外で LGV 南東線と地中海線をオルリン空港経由で結ぶ線がある。このほかリオンとイタリアのトリノを結ぶ旅客、貨物両用の新線も計画されている。TGV の競合相手は高速道路、オートルートもさることながら特に国内航空網を強く意識している。フランスの場合、国土面積が 日本の約1.5倍、64万3 4 2 7トル、荷重地面積が日本の約2倍、72.1%であるのに、対し人口は日本の約半分、約6、544万人である。数十万から100万人規模の都市共同体と呼ばれる都市圏が国内に点在している一方で、都市圏以外の人口密度が 極めて少ないのが特徴である。また、政治的、経済的に、フランスは首都パリへの一極集中型で、地方都市圏においてもパリとの結びつきが強い。そのため、鉄道運営上の観点からはパリ、あるいは都市圏と都市圏を結ぶ、専輸層が主体となり、この点は日本やドイツと異なる。そして多くの都市圏は首都パリから5 0 0トル あるいはそれ以上離れていることが多い、リヨンで約4 0 0トル、マルセイユで約7 0 0トル。国内航空網は、パリとこれらの都市圏を、ほぼ1時間程度で結び、便数も1日に数十便が、定員150人程度の小型機で運行されている。そのため、空港アクセス時間を考慮すると、鉄道が航空網よりも優位に立つためには、これらの都市圏を、 おおむね3時間以内で結ぶ必要がある。その一方で、比較的短距離の都市総合間の連絡は、TGV ではあまり重視されていない。TGV が、歴史的に高速運転に異常なまでのこだわりを見せる、要因の一つが、このような地理的条件にあるとされる。実際、1990年の時速 515.3km 世界記録樹立の際には、 1000km を3時間で結ぶという極めて野心的な戦略が立てられている。2000年代に入ってからは、フランスにおいても格安航空会社の台頭により、運賃面で鉄道に優位性がなくなりつつあるため、格安航空会社同様に、ウェブサイト上によるオンライン予約、クレジットカード決済などを取り入れた格安サービスイドとグフも導入されている。一方で、 パリのシャルルド・ゴール国際空港や、リヨンのリヨン・サンテグ・ジュペリ国際空港には、TGV の駅も設置されており、航空網との連携も行われている。また、エール・フランスやコンチネンタル航空のように TGV に、航空便名を付与して、航空便との共同運航という形をとっている、事例も存在する。隣接国への直通列車である、ユーロスターやタリスのみならず、 TGV をベースとした車両は、スペイン・リンフ・ノア・ベイ、韓国、KTX、アメリカ・アントラックのアセラ・エクスプレスなど、諸外国へも輸出している。ドイツとの連合で臨んだ、中華民国、台湾の台湾高速鉄道では、日本の新幹線が採用されたほか、中華人民共和国でも、新幹線方式が採用されたこともあるものの、官民一体となった売り込みの結果、 高速鉄道で車両の購入が行われた。台湾高速鉄道への売り込みに際しては、ドイツ鉄道 DB のアイス1の動力車と TGV デュプレックス編成のダブルレッカー客車を組み合わせたデモンストレーション編成ユーロトレイン、ユトレイを行させた。これは当初フランスが提案を検討していたデュプレックス10両編成やドイツ案のアイス114両編成を そのまま導入した場合、いずれも台湾に要求されていた一編成あたりの定員を確保できなかったためである。客車一両あたりの定員が最も多いのは TGV デュプレックス編成のダブルデッカー客車だが、これを単純に増結すると、当時の TGV 用動力車では出力不足となり対応できなかったため、より出力の大きいアイス一用動力車と、 tgv 用客車を組み合わせるという区肉の策が採用された。高速鉄道のみならず、鉄道全般に関して、長年のライバルであるフランスとドイツが、ヨーロッパ連合として手を組み、新幹線を売り込もうとする日本連合に対抗したことでも話題となったが、結果的には新幹線が採用された。新幹線が採用された経緯は、多種の要因があるが、 TGV に比較すると新幹線は高頻度での大量輸送を実現していること、台湾でも懸念される地震対策の日本国内での実績に加え、1998年6月3日にハンブルク近郊のエシェでエスキード駅付近で発生したアイス1の事故が決定だとなったと言われている。詳しくは IC エシェで鉄道事故参照が 実際は1999年9月21日に発生した台湾大地震の発生が最大の要因である。2007年10月22日にモロッコフランス領政府が TGV、アラビア語表記は、の技術を用いたアフリカ諸国では初の高速鉄道の導入を発表した。モロッコ国民の鉄道事情への不満に応えたものであるとされている。SNCF や アルストム、フランス鉄道線路事業公社が受注することになる。計画では、単純カサブランカ間のルートで高速鉄道を運行する。将来的には、マラケシュへの延伸を含め増大する旅客輸送量に対処するため総延長 1500km の路線網を2030年頃までに整備する構想もされている。まず2013年までに、 単純ケニトラ間の 200km が整備され18本の TGV デュプレックス編成が導入され最高速度時速 320km の運転が計画されている合わせて新しい機関車の導入やスピードアップなどもッ個の鉄道近代化も実施されるアルゼンチンで計画されているブエノスアイレスロサリオ間の高速鉄道整備計画でも TGV をベースとした高速鉄道を導入する構想がある。アルストムは TGV に代わる高速列車として、ギーフ・オータモトリスグランドビテスを開発した。日本の新幹線や DB のアイスさん、シーメンスの製品名では、ベラロ、ビラーのような動力分散方式採用し、主電動機は各車両に装備されている。また、編成の製造コストと安全基準は、 現行の TGV と同程度とすることとしている。ギーフは200メートルの従来の TGV と同じ、編成長で旅客定員を450名に増やことに成功し、目標となる最高速度は時速350キロメートルとなっている。短期的な計画では、現行ダイヤで並結運転を行っているデュプレックス編成の中間部に蘇生される動力車2両を代車部に、 主電動機を装備したダブルデッカー電動客車に変えて輸送力を10%向上させること考えられている。TGV の運行歴史の中では死亡事故を含む重大事故が多数発生している。在来線区間では踏切などの平面交差も存在するため TGV も通常の列車と同等の危険度で事故が発生する。多くの事故後 TGV が走行する。 在来線は、踏切の撤去が進んでおり、LGV 大西洋線の終端、トゥールボルドー間の在来線においては、すべての踏切が撤去されている。TGV に対する環境問題での最初の反対運動は1990年5月に、LGV 地中海線の計画段階で起きた。抗議団体は、鉄道の高架橋を封鎖し、計画中の路線に対して抗議した。 抗議団体は、リオンからマルセイユまでは、在来線の列車で行けるので新たな路線は、必要ないと主張した。リオンツリンフェロビター、LTF、リオン、シャンベリトリノは LGV とイタリアのトレイのアルタ、バロッサと SPA、トブが建設する高速新線網に接続させる計画で、イタリアでは論議の対象であった。大部分のイタリアの政党はこの路線の建設に、 関して賛成しているが、建設が行われる沿線の住民は強く反対している。この路線では長大トンネルが建設されるが、反対者の意見では、トンネル掘削に伴って、地中のアスベスト鉱石やウラン鉱石等の危険物質が空気中に飛散することを懸念した。このためトンネルからの排気から有害物質を除去する装置が設置されたが、建設開始が6ヶ月遅れた。 沿線住民の懸念のほかに、トブ網の整備に反対する国民的な反対運動も10年間継続している。フランスは日本などに比較すると人口密度が低いことから TGV の騒音問題はあまり深刻な問題ではない一部で見られがちだが SNCF は LGV が通過する町村における騒音問題を緩和する目的で沿線に防音壁などを設置している。 また、l g v 大西洋線のパリ郊外区間では、騒音問題を回避するために、トンネル区間を設け最高速度も時速 200km に落として運行している。しかし、対策が施されていない箇所では抗議運動が続いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。